ジェニー・ガースはアメリカ合衆国イリノイ州出身の女優。家族で農場を経営していたため、幼い頃は家畜の世話を手伝っていた。13歳の時に父が心臓病を患い、一家で暖かいアリゾナ州へ移り住んだ。15歳の時ミスティーン・アリゾナに出場し、それがきっかけでスカウトされる。A ブラン・ニュー・ライフやミッキー・マウス・クラブに出演。 1990年にドラマビバリーヒルズ高校白書のケディ・テイラー役に抜擢され一役人気スターになる。リメイク版にも第2シーズン途中まで同じ役で出演している。バレリー・マローン役のティファニー・ティーセントは大親友だったが、ティファニーが交番後に出演した番組でビバヒルの女性キャストたちの悪口を語ったり、ドナ・マーティン役のトリス・ペリングが全部と離婚した際、 夫側の肩を持つ発言をしたことなどをきっかけに絶縁状態になった。また、トリスペリングやディラン・マック契約のコルーク・ペリーとは仲が良い。プライベートでは1994年にミュージシャンのダニエル・クラークと結婚するが、1996年に別居、その後離婚する。1997年、当時恋人だった俳優のピーター・ファシネリとの間に女児を設け、 2001年にピーターと結婚。2002年に事情。2006年に三女を出産したが2012年に離婚。2015年に俳優のデイブ・エイブラムスと婚約。7月に結婚。アニマルライツ系のベジタリアンで動物愛護団体の活動に賛同している。ビバヒルブームで女性からの人気が高く、来日イベントの他に日本側の企画で、 料理本と写真集を出版していた。ありがとうございます。